気がついたようですね。助かったな。いつもならスパッと殺されてるのに、珍しいんだぞ。これだけ喋れるのなら、まだまだ元気があるということですね。生かすか殺すかは、あなたの心がけ次第ですよ。さて、こちらの質問に答えてもらいましょうか。名前は何と言いますか？玄武の巫女たちと一緒に行動しているようですが、目的は何ですか？見たところ、玄武と縁のあるものとは思えませんが。世界、あなたは北韓国の人間ではないのですか？匠というのは、先ほどあなたを捕らえる時にいたあの兵士のことですね。匠もあなたと同じように外の世界から来たというのですか？興味深いですね。あなた方は外の世界から来たということですか？確かに。それならばその変わった服装にも納得ができますね。シュラ、縄を解いてあげなさい。しばらくはここに留まってもらいましょう。残念ですが、匠はもうここにはいません。教えるわけにはいきません。それからこの宿営地から外には一歩も出てはいけません。逃げるようなら殺します。諦めてください。
あなたの事情は我々の事情じゃありませんからね。シギ様、この娘を教団に差し出さなくていいのですか？日が変わりました。しばらく我々の手元に置いておくことにします。その間は修羅が面倒を見るんですよ。わかりました。おい、ついてこい。逃げようと思ったら殺しちゃうからね。うん、このままぐさりってこと。いっぱい血が出て痛いはずだから、そんなこと考えない方がいいと思うよ。あ、痛いって思う暇もないか。シューラ、クンはつかないぞ。シューラ。たくみ、あいつなら今教団本部に行ってるよ。お前のことを報告するとかなんとか。じゃあ、俺も行くけど、おとなしくしてろよ。
これからあるところに向かいますが、あなたにも一緒に来てもらいます。教団本部ですよね、市議様。シロ、余計なことは話さなくていいのです。ごめんなさい、市議様。それに、あなたは玄武の巫女の仲間のようですし、玄武の巫女たちへの人質に使えるかもしれません。それは我々が決めることです。あなたはおとなしく、シギ様？シギ様！死んじゃったの？死んじゃうのか？今はみんな出てて、俺たちしかいないよ。シギ様、助かるのか？マリコ、シギ様、助かるのか？わかった。すぐに持ってくる。Thank you.
何をしているのです。このくらいの熱は。神様どうなんだ。俺、死に様がいなくなったら。
それより、なぜこんなことをしたのですか？自分が人質だということを忘れているのですか？まったく、もう少し自覚を持ってほしいのですが。もういいです。ですが、今回のことは素直に感謝します。シュラにも感謝してますよ。俺、役に立てて嬉しいです。いえ、そこまでしなくても。じゃあ俺も手伝う。アリコ、こっちこっち。